皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。皆さんこちら見ましたか？はい、福袋卵ガールが販売予告と、白ドラニュースっていう新しい試みをしている白ドラダイスクラブ、福袋卵ガールがですね、今後販売されますと、この内容としましては、まあ、優勝をですね、あのルビーではなく円で、はい、購入、つまり、まあ、課金した、チャージした、まあ、iTunes カードないし Google プレイカード、そこから金額ごと引かれる感じ、優勝ルビーから引かれるわけではなく金額を引かれる感じで購入し、優勝ルビー付きの、まあ、大体約5000円弱ですね、はい、優勝ルビー付きで、さらにガールのアバタマチケットがもらえますと。はい、内容としてはですね、まあちょっとこのね、生放送のも見ていただいた方が確実なんですけど、内容としましては、サイクロガールから、過去、バルンガールまでのキャラですね、ブルドラガールズと、キメラガール以外、サイガ、ミノガ、レドガ、トレガ、バルガ、この5キャラかな、はい、この5キャラたちが対象で、どれか1体絶対当たります。でスキル11取るまでの間に手に入る、お着替えも込みで当たります。ただスキル11まで持っているガールは排出されませんのはずです。例えばですね、そうですね、ガールがまあいっぱいいますが、ミノが揃ってます、レドガも揃ってます。あ、ちなみにこの激レアは関係ないです。ミノガとかのレドガの激レア、トレガの激レアは関係ない、これは全然違うらしいです、当たらないです。はい、でミノが持ってます、レドが持ってます、それが持ってます、バルが全部揃ってます、11まで揃ってます。でもね、始めた時期的にサイが持ってないんですよって方は 100% サイが当たるみたいな感じっぽいんですよね。ただサイがスキル10までです、ミノがスキル10までです、レドが持ってません、どれが持ってません、バルがスキル10までですとか、ね、まあ、場合があるじゃないですか。その場合持ってないキャラが当たるのではなく、この5分の1じゃないんですけど、この5キャラの中から、まあ全部揃ってなければ5分の1なんですけど、持ってないキャラが当たるか、もしくは激レアっていうか、そのお着替えが当たるか、スキル11が当たるかみたいな、はい、まあ、そのスキル11が当たるにはお着替え全部揃ってないと当たらないんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、どうなるか分からない、そんなね、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、持ってない、揃ってるけど持ってないキャラがいるって方からすれば、すごい美味しい福袋ですね。で一応ルビーも優勝ルビーついてますんで、まあ、お得ではあるんだろうなって感じで、もし持ってるのが被ってしまった場合、でも揃ってるのが被ってしまった場合、例えば全部コンプリートしてる方が、ガチャ引いたらどうか持った話なんですけど、その場合はですね、メダル50枚に変換されるそうです。はい、そんな感じで、今回ですね、そんな、ガールのアバタマの紹介がありましたんで、この5キャラのガールをですね、実際に使っていきたいと思います。特徴とかね、使い方について話していけたらいいかなと思いますんで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。それではやっていきます。はい、それでは早速やっていきましょう。まず1体目はサイクロガールですね。ガールシリーズの中でちょっと運要素が強いキャラで少し難しいんですけど、射程が長くて使い道はしっかりある、そんなキャラ。一部のキャラは苦手ですね。例えばトレンドとかはひらめげについちゃってるんで、まあ、ガールの火力が出しづらいと、まあ、一応オジハルとかもね出てこないですけど苦手ですね。さてどうしましょうか。ヒュドラよく引くな、ヒュドラよく引くな、そんなに引きたくはないんですけど、大型が来ないかヒュドラを引くかも二択なんですけど、え、やばくない、何これ、ボックス壊れた。はい、というわけでやっていきましょうか。サイガしかいませんね、まあ、対空は一応チビクロがいるっちゃいるんですがって感じですね。ちょっと困った札で、迎撃がないのにスケルトンがいるっていうちょっと困った札、まあ、白前でスケにスケを当てるしかないかなとは思うんですけど、まあ、とりあえず砦をいただきましょう。はい、でサイが剣士を倒してくれると嬉しいなといった感じですね。でスケ出して、さあここから大型が1本しかいないんで、今回そこだけ注意。わお、いきなりお相手が飛来心持ってるんで強いですね。わお、しかもこれアビスケじゃないの、相手のこの感じ。剣士ずれる、剣士いかない、
とりあえずここやった。ハーピー血当てしてスケルトン出してあげると、この文明がですね1ヒットしかしないんですよ。倒せるんですよね。多分めちゃめちゃ打つな、この子。やばいね、大型が切れないね。しかも相手もキャラ強いね、これね、だいぶね。サイがどこできるって感じですね。ただお相手も迎撃いなそう、この感じ。一回飛ばしたいな、これ。おっと、サイクロガールの使い方教えてやるよ。出さねえことだ、出さねえことだわ、これサイクロガールを。すいません、サイクロガールの使い方を教えようと思ったらサイクロガールを出す場面がありませんでした。ミノガールに切ってしまったら大型が1本負けてしまうと思いまして、抱えてしまったらサイクロガールを切る場面がありませんでした。続きます。いやマジで前代未聞。紹介しまーすって言って出さなかったんだけど。まあ出す場面なかったんですけど。でサイクロガールはですねちょっと難しい、まあ、簡単であって難しい。あの安定させるかっていうと安定しないキャラなんですよね。だから個人的にはあまりおすすめできるキャラではないんですけど。さて弱くはないんですけどね、全然。ただねスキル打ってほしい時に打たない場合があるんですよね。そこだけちょっと気になっちゃうって感じかな。お、これは本人かな、どうでしょうか、ギルガメさん本人かな。あ、本人っぽいっすね、この剣士は。ってなると強いっすよ。打ちましょうか、早めの大砲大事。重なる前に吹っ飛べ、 OK。 フランケン、しかも鬼の金バッジ D1 強い。サイがだいぶ頑張ってますね。さあここでスキル打ってくれましたが、まあとりあえず削らしていいんじゃないかな。ガリ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 、スキル打ってもらって、ワオオッケー、それ壊してもらってね。まあユウスケですね、裏は。あ、かられてしまうと、まあしょうがない。ユウスケは剣士で倒しましょうか。倒して引っ張って、引っ張ってからハーピーケツ当て、まあ最悪ドローかなっていう印象。ここハーピーケツ当てナイス。さあブルガの渦潮は避けてあげて、ブルガの渦潮避けてあげて、えらいですね、しっかり避けてますね。避けれないですね、これは。避けれないけど触りに行ったんで、まあよしとしましょう。あと一発撃ってくれたらもう十分ですね。ああ、撃ちましたね。はい、十分です、十分です、ありがとうございます。というわけでここで、お、取りましたね。サイ強いな。だからこれ回されてしまいますけど、まあしょうがない。ネズミネズミと切って、どこに大型来るかな。来ましたね、アークエンジェル。ダメージ入ってくれると嬉しいですけど、アークエンのねあれが当たっちゃいそうですよね。当たってますね。なかなか重いかな。惜しいな、後ろは大丈夫、残念。ただミノガールはミノガールで結構頑張ってた。でもねメタトラがめちゃめちゃ頑張ってた。ガールシリーズの紹介出すのに。ありがとうございます。さて、引き続きやっていきましょうか。今回はレッドラガールですね。レッドラガール、まあゼウスがめちゃめちゃ重いかなっていう印象。ただまあキャラとしてはすごい悪くなくて、で場合によってはキメラガールとかを倒すことも可能なんですよね。ただゼウスが重いのだとブルドラが重いかな。行きましょうか。
いいですね。ちびくろが4コスだから、そこで引くね、2コスのね、キャラ数多いキャラたちがかなり優秀。トレントだ、剣士が。マリオネットさんね、結構砦削るの優秀なんで、削らしてもいいかなって感じで。騎馬兵か、迎撃ないんですよね今回。でこのサイが騎馬兵を飛ばす場合があるんで、なんとも言えないですけど、多分切らないとちょっとめんどくさいね。切りました。パッピー頑張ってほしいな。とりあえずバカボン、なんだっけ、ここ江戸が行くか。ここで重いなって思ったら早めに行った方がいいですね。でここ挟まってるんで、このままやってもらって、でこうやってもらって、それでワンパンなんだ。とりあえずだからこれでライン下げられたらちょっとあれなんですけど、まあ一回ね。うわ、火の玉消えたんだけど、まあ、とりあえず倒してもらって、こっからで、なんかいつの間にか あいつを倒してますね。あのカンガルーが死んでますね。やばすぎやばすぎ、キバが邪魔でどうなってるか分かんない。ただこのあとですね、多分なんですけど、この炎が倒してくれるんじゃないかなっていう感じ。あ、飛んじゃった。で、炎がね、残るのがすごい強くて、飛んでいきますか。で、ちびくろ行って、もう流し始め。で、突撃ずらされたらハーピーみたいな感じで。もう取られてる。マジ？ちょ、マヨネード出して、こう倒してもらって、オッケーオッケーオッケー。で、ここサイで倒そうか。で、サイで倒してもらって、バカも倒して取りでもらいに行って、今とりあえずちびくろがね、前に進んでくれてるんで、ワンチャン全然、あーやべ、考えたわ、こう。間に合わないかな。ここは倒すけど、サイがね、詰まっちゃってるんですよね。いや、惜しい。残念。ありがとうございます。くそー。ちょっとね、ガッツが重かったな。最近ガッツやたら強いですよね。いいキャラになってる。さて、やっていきましょう。次はトレガ。まあ、サイガはね、出すとこなかったってことで、はい、出てないんですけど他のキャラたちもね、1回ずつしか使ってないんで、まあ正直、まあどのタイミングでね、まあ、ものすごい活躍するかっていうと必ずしもそうではないと思うんですよ。ただ今回はそんなガールキャラたちを紹介する動画なので、トレントガールは基本的に早め早めの行動が大切ですね。攻撃するまでが遅いんですよね。あの種まきをして、種セットしてから火力が出ますよっていうキャラなので、正直攻撃するまでが遅い。もうここだったらもう行きます。こっで種まきします。まだ攻撃できないですかね。種まきで攻撃します。でここでまたセットして、まだ攻撃できない、まだ攻撃できない。レドラ行きましょうね。ここでやっと攻撃できるんで、でもレッドラインターゲット行くんで、これ変なおじさん後ろの方にターゲット行きやすいんで、これでやってもらいましょう。でトロール放置して、トロで削らして、そのまま倒しきると、その作戦ですね。はい、トロールやべえな、来ちゃったな。とりあえずおじはをやったんだけど、あやべ、最悪。これトロールどうしよう、トロール普通に重いな。トロールは倒した。とりあえずね。あのね、相手のね、なんだこのキャラ。子供がクソゲーしてるんですよ、さっきから。ちびくろなら取らないから、さすがに。エンジェルにいいゲームされてますね、だいぶ。ちびくろを生かしたいんで、こっちに寄らせましょう。こっちを寄せて、上のライン攻めたい、正直。
はい、OK。バカ野郎、お前はどこに行くんだ一体。チビクロは死んでまう。さようならチビクロプス、また会う日まで。一応前に行ってるっすけど、まあ干渉は無理ですね、さすがに。壊されるんで風船、風船がだいぶ頑張ってくれてるんですけど、まあパン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 と B0 がつくかつかないかで風船の持続時間も変わるんで、まあ、それによってまた話変わったかもしれないですけど、まあちょっと無理ですね。城前でエンジェル構えられてレドが構えられたらさすがに無理だな。オジハウエンジェルにレドがエンジェル、エンジェルやってんのか今リーダー、たまたま引いただけなのかちょっとわかんないですけど、ありがとうございます。さあラストやっていきましょう。ラスト、まあまあまあ、バルーンガールさんですね。サイコロガールさんはどこにいたんでしょうか、わかりませんが、まあバルがやっていこうと思います。はい、ちなみにですね、まあ、出てないんで関係ないですけど、サイクロガールは、団子も底力も振ってません。ただ今回紹介した他の、ガール系は全部、ステータスフルです。なので、まあ、フルのステータスでこんな感じっていう参考になれば幸いです。攻めましょうか。バルガなんで受けに回ってもしょうがないんで、攻めれる札でゴーしました。やっていきましょう。はい、頑張れバサカ、お前らなら取れるぞ。天才かお前は。天才じゃないわ、惜しい。バキーム先生か、バキーム先生ちょっとめんどくさいな。なんかえバサカ強っ、入ってる。お相手気づいてないです。ボスへ行きます、押します。もうこれはレイガン、ああ十分十分十分頑張った、十分頑張った、十分頑張った、もういいもういい、これ以上頑張んなくていいぐらい頑張った。仕事は終わりだ、ナイスだ。食ったら神、食わないから神じゃない。こっからバレガに打つコスないと思うんですよね。だバレが落とされますが、もうあんなのは放置でしょうというわけで、ダブルチビクロで終わりでしょう。バルンガールもトレントガールと逃げて早めに切らなきゃいけないからですね。後から追加火力を出すキャラではなくて、早めに展開し展開しコストを奪っていくキャラなので、こんな感じで、いけるなって思ったら最初のうちに切っておく。アンチ光るならもう他のキャラを取っておいて他のキャラで対応するしかない。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ガール強かったっすね。まああんま活躍しなかったガールもいたかもしれないですけど、はい、あとは全く活躍しなかったガールというか活躍する場面もなかったガールもいたかもしれませんが、まあそういうこともあると思うんですよね。はい、すいません、出す場面がありませんでした。というわけでですね、今回やっていきました。サエガはいなかったけど、ミノガ、レドガ、トレガ、バルガですね。はい、一応5戦やったんですけど、はい、結局出てこなかったっていうね、はい、話がありましたね。うん。というわけで、まあ、ガールの卵はですね、まあ、持ってない人は買ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、じゃあお得かって言われたら、別にお得ではないかもしれない。ただ手に入る方法がそこしかないから、復刻来るまでは買ってもいいんじゃないかなとは思うけど、ちょっと高くねえかとは思う。うん、2000円で2500のね、優勝ルビーとチカールチケットでよかったんじゃないのとは思うんですけど、だってね、持ってないガールが当たるわけじゃないじゃないですか。装備も当たっちゃうから、そしたら持ってないガール欲しくても手に入らない可能性あるじゃないですか。スキル11欲しくても違うガールが当たるかもしれないじゃないですか。っていうのもあるんで、マジで運ゲーなんで 20% ですよ、5分の1。ちょっと厳しいなとは思うんで、ちょっと高いなとは思うんですけど、まあ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 、ただどうしても欲しくて持ってなくてどうしても欲しいって方は、まあ、チャレンジしてみても見てもいいかもしれない。うん、ただ全部揃ってる人はやる意味正直ないですね。メダル50枚入りますけど、もらえるルビー数がそんなに多くないんで、4000いくらで4000何ルビーですよね。あんま変わらないですね。1対1ぐらいのルビーとお金だった気がするんで、あんまお得感がないんですよね。プラスメダル50枚だけど、まあうんって感じ。まあ何とも言えない、悪くはないんだろうけど、何とも言えない普通って感じだったんで、はい、そんな感じです。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。
そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。